はい、皆さんお疲れ様でした。今日ジャッジしたゆめかです。ファイナルということで、みんな本当に練習いっぱいやって、今日挑んだと思うので、本当にみんな頑張ったことはすごく分かってますし、それぞれにいいところがあるので、そのいいところを自分でしっかり見つけて、今後に活かせるように頑張ってほしいなと思います。で、その中でも、ちょっと全体的に思ったことを言うと、本当に全員に言えるのが基礎をもっと強化した方がいい、どのジャンルでも思いました。フリーがどんなに良くても基礎がなってないと絶対によく見えないので、各ジャンル基礎をやることは違うと思うけど、そのもう一回ちゃんと、ストリート系だったらアイソレとかリズムトレーニングとかをもう一回ちゃんとやることと、ジャズとかだったらもう本当基本的なアームスの動かし方、プリエとかテクニックに必要なことを全部もう一回ちゃんと見直すべきだなって思いました。練習の仕方としては、その自分に合ったポジションが絶対人それぞれ違うから、自分の今の身長、自分の今のスタイルでどこが美しくどこがかっこよく見えるかっていう研究を基礎の中で一個一個ちゃんとしてってあげると、振り付けになった時に、決まるから、そういう練習の仕方を研究するような感じで練習するといいんじゃないかなって思いました。で、ストリート系だとちょっとグルーブがない子が多いかなっていうふうに思って、グルーブがなくなるとやっぱりちょっと形だけに見えちゃうから、そういう内から出てくるリズム、音の表現の仕方が、もっとあるといいかなって思いました。で、ジャズは今回ちょっと出てた子たち多かったけど、ちょっと上位に入れてる子が少なかったなっていう印象です。作品はどの作品も良かったけど、でテクニックもハイスキルなことができてるんだけど、どこか惜しい子がすごく多くて、例えばめちゃめちゃ上手にこう綺麗になってるんだけど、なんか足だけちょっと内股気味になっちゃってて汚く見えちゃったり、あと多かったのが自分のこの身長のこのボックスの中で踊っちゃってる子がジャズはすごい多くて、もう一個こう身長が高い感じとか、こう伸びてる風に見えて、こうグッてストップしちゃって、こうしなやかに見えてない子がちょっと多かったのがすごくもったいなかったです。そうすると本当表現のレパートリーとかも狭まってきちゃうから、自分の体をもっともっとこう何て言うのかな、大きいと思って伸びやかにできると、あとは基礎がもっと強化されるといいんじゃないかなって思いました。で、作品もなんかチームでもソロでも限られた時間分数があると思うんですけど、その中でどういう流れを作るか、物語とかをイメージしたら分かりやすいけど、なんかこう全部何曲か使ってても同じようなテンションだったりすると、やっぱり見ててちょっと面白みがないので、そういうちょっと盛り上がるところとか見せ場とか、何か分かりやすいこうジャッジにも印象残るような何かがあると、コンテストでは勝ちやすいかなって思ったので、ちょっとそういう自分たちで作ってる子は特に、作品作りもこういろんなパターン考えていいものを追求してったらいいかなって思いました。でも本当みんなよく頑張ってて、素敵な作品多かったのですごく楽しかったです。良かった子たち、私がすごい個人的に気になった子のお名前を上げていきます。小4以下ソロ部門では、7番のあのんちゃん、体が小さいのにすごく大きくて印象に残りましたと、10番のジュリリンちゃんと、11番のことひちゃんもすごい良かったです。ジャズ良かったんだけど、2人とも違う何か足りないものがあったので、そこを自分で、探して良くしていくと絶対勝てると思うので頑張ってください。次の部門が3番に踊ったひよりちゃん、すごくスタイルが好きでした。もうちょっと振り風が増えるといいんじゃないかなと思って見てました。でもすごい彼女らしさがあってよかったです。6番のとうこちゃんもすごい作品が私はドタイプで、とうこちゃん自身のラインもすごく綺麗で良かったので、もう一個その作品に入り込めるといいかなって思います。16番のつばきちゃんもすごく良かったですね。すごく良かったので、自信持って自分のスタイルをもっともっと追求してもらえればと思います。次が中学生ソロで、3番のひよりちゃん、また3番のひよりちゃんこっちは中学生ソロです。もうすごい良かったです。私はこれがやりたいって思ってしっかりやってるんだなっていうのが伝わったので、貫いてほしいなと思いました。なかなかこう多くないジャンルだと思うので、自分の、好きなものをとことん追求して頑張ってほしいです。自信持ってください。で5番のりんちゃんも私はすごく気になっていて、持ってるものがすごい良かったです。なんかセンスもいいんだろうなと思って、自分の見せ方は分かってるから、そこにもう一個グルーブリズムが乗ってくるとすごい良くなると思ったので、ちょっと練習を頑張ってみてください。7番のみゆちゃん、はすごくやっぱ作品がもう印象に残りやすいので、そこの作品負けしてない、いい彼女のスキルもあってすごく良かったです。はい、全部のバランスが良かったかな。スキル、振り付け、作品自体の流れもう全部良かったので、自信持ってください。すごく良かったです。あとは上位の綾乃ちゃんと何君だっけ、ひろと君、この2人は正直すごいずば抜けて、私は良かったなと思いました。なので自信持ってください。すごく素敵でした。はい、続いてチーム、小学生4年生以下のチームでは、2番目に踊ったピンキーの3人、すごく可愛くってやりたいこともはっきりしていたので良かったです。あとはスキル、もっと自分、一人一人のスキルだったり踊り込み、3人でのをしていったらもっと、いいんじゃないかなと思いました。でもすごい可愛かったし印象に残ってます。あとは5番の「ひよどり」、すごい作品も素敵で、スパークリングダイヤモンドの曲で素敵に舞っていて、見やすかったし、なんか構成も面白かったし、本当素敵でした。あとは本当一人一人のスキルが、テクニックとかが追いつけば、作品のレベルに追いつけばもっと勝てるんじゃないかなと思ったので、基礎とか、強化してもっと美しくなれるように頑張ってください。あとは12番のバニーの3人、すごく良かったです。とても好きでした。3人ともラインがすごく綺麗なので、3人のそのスキルバランスもちゃんとこう、誰が1人だけずば抜けてってるとかなくって、3人ともちゃんとハイスキルだったのが良かったので、いろんな作品もっともっと見たいなと思いました。すごく良かったです。続いて小学生チームでは、4番のドラゴンスターの2人、すごくかっこよかったですね。2人とも自分がかっこいいって思われる見せ方を分かってるんだなっていうのが伝わってきて、だからこちらもかっこいいって思えたので、それをもし違う作品を次やった時にもそのかっこよさが伝わるように踊ってほしいなと思います。あとは7番のドナと11番のリンダ、2つともちょっとジャジーな感じのチームですごい好みだったんですけど、もっともっとスキルを高められると思いました。もうみんな美しかったので、もうあとは伸びていくのみだと思うので練習頑張ってほしいし、あと正直順番によってはだったり今回の出場者のなんていうのかな、集まった人たちがもし違ったら全然優勝できたと思うので、もっともっと磨いていってください。ラストが中学生チームですね。中学生チームでは私は多くがすごく良かったと思いました。おしゃれ、やっぱ中学生になって一気に子供ではもう通用しない部門、子供の踊り方だと通用しない部門になってちょっと大人に近づかなきゃいけない踊りをしなきゃいけないっていうのをちゃんと表現できてたのがこの多くだったかなって思います。構成も良かったし、あとすごいグルーヴ感、ソウルのリズムの感じもあって良かったです。あとはもう1個ボディコントロールが3人ともできるようになったらいいんじゃないかなと思ったので、ちょっと頑張ってみてください。はい、以上です。今日の結果は今日私含めの3人でジャッジした結果なので、ジャッジが違ったら違う結果になってたかもしれないし、さっきもちょろっと言ったけど順番が違ったらもうちょっと変わってたかもしれないから、それぐらいみんな良かったので自信持ってこれからもダンス頑張って、またどこかで見れることを楽しみにしております。今日はありがとうございました。皆様お疲れ様でした。ひよりです。お願いします。全体的な感想なんですけど、全体的にはやっぱりファイナルっていうのもあって、多分全国のそれぞれで勝った子たちが集まったのですごい高くてびっくりしました。あと今までオンラインでは見させていただいたことあるんですけど、生で見るの初めてで、なんかやっぱり生で見るの全然違うなって思って、なんかすごい感動もしたし、なんかみんなのそのやっぱ表情とかもしっかり直接だと見れるので、なんかみんなの練習今までしてきた成果とか、あとチーム力とかすごい伝わってきてよかったです。で、ちょっと時間があれなので全員はちょっとあれ言えないんですけど、ピックアップしてちょっといろいろお話しさせていただきたいなと思います。で最初、ソロ部門なんですけど、全体的なレベルはすごい高くて、多分1人で踊る分なんか揃えるっていうよりもダンスに集中して練習できるので、そのスキル面ではすごい良かったなって思います。で、私ソロ部門ですごい大事だなと思うポイントが、こう音が始まった瞬間にどれだけ見てる人をなんか引き込む力があるかどうかっていうのが大事だなと思うので、そういう面では、小学4年生以下ソロチームのココアちゃんとななかちゃんが多分みんなもすごい印象に残るぐらい個性と、衣装も含め表情とかすごい良かったなって思います。あと小学生ソロのとうこちゃんと、あとひろとくんが良かったですね。その個性とか面で言うと。で、あとで個性だけはやっぱ補えないものが、そのダンスって一つの作品として完成度に必要なのがやっぱどうしてもスキルとかだと思うんですけど、そういうスキルとか全て含めトータルバランスが良かったのが小学4年生以下のあさひくんが、もうびっくりするぐらいのスキル力と、もう結構満場一致でもう優勝だなっていうぐらい、やっぱスキルがすごい、よりなんかこう自分が楽しんで踊ってるのもすごい伝わってくるし、ダンスが好きなんだろうなっていうのが伝わってくるダンスがすごい印象的でした。あとはやとくんとまどかちゃんもすごいスキル高くてよかったです。あと小学生ソロのゆなちゃんが私がすごい好みっていうのもあるんですけど、なんか全体的になんかいい意味でシンプル、なんかいい意味でシンプルっていうのはなんか個性がないとかじゃなくて、なんか誰が見てもすごいいいよねってなる、なんかシンプルなんだけどすごくいいものっていうのが良かったなって思います。あとつばきちゃんとみーなちゃんもスキルフルですごい最後まで引き込まれるダンスだったので良かったです。で次チームなんですけど、チームの小4以下はバニーさんがトータルバランスがすごい良かったなと思います。衣装を構成力、スキル、曲の流れとかがすごい良かったです。あと小学生以下のチームだとウィングリップさんかなと、すいません読み方間違えたら、あとですねが始まりからラストのラストに始まりからスキルが全員高くてびっくりしました。とちょっと待ってくださいね。そうですね、5人のチームか全員がちゃんと膝も使えて重心も低いところでもちゃんと体全体で踊れてたのがすごい良かったです。あと7人組のドナさんもなんか大人数のチームってなんかコンテストだとなんか正直不利な部分があるなって私すごい思ってて、なんでかっていうと揃えるのも多い分なんかこう大変だし、小学生って同じ年でもなんか身長、体つきとか結構バラバラじゃないですか、みんな成長途中だからだけどなんかでみんなバラバラそれぞれ個性があるのにもかかわらずすごい揃って見えてたし、その揃い具合にびっくりしましたからすごい良かったです。あと中学生チームはオークさんとフューロさんが良かったです。なんかどっちも3人組なんですけどまた違う良さがそれぞれにあって、オークさんはなんか全員のスキル力とあと全体の流れが良かったです。すごい好きでした私は。なんか衣装も含めショーとしてのその見せれてるショーとしてすごいお客さん引き込めてるところが良かったです。あとフューロさんは女の子1人と男の子2人だったと思うんですけど、なんかすごい珍しい組み合わせだなって思って、で多分男女のチームって男の子と女の子で体のなんか作りとか多分動ける範囲も違うし、同じ振りでも多分見え方が違っちゃう部分が結構あると思うんですけど、なんかなのにもかかわらず全員でちゃんとユニゾンは揃ってたし、だけど一人一人の個性も見えた、なんか全員ちゃんと目がいくダンスだったのがすごい良かったなって、チームとして良かったなと思います。でチームはなんか2人組のところがなんか構成全体の2人組のところが構成で2人って見せれないじゃないですか、構成のレパートリーとかもないし、だから見せるのが難しい分なんか2人のチーム力とあとスキルバランスがすごい大事だと思うし、なんか目立っちゃうから余計すごい難しいんですけど、でもなんか見ててチーム力ってすごい伝わるし、なんかそれはその2人の仲良さも含めお互いをどれだけリスペクトしてるかとか尊敬してるかとかすごい大事だなと思うので、なんか今回2人組のところで他のチームもいろいろ見て、なんかもうちょっとこうしたいなとか出てきたチームはなんか今言ったスキルのこのお互いのバランスとかあとチーム力を高めるともっといいものになるのかなって思いました。はい、で、全体を通してはなんかさっきもやすさんも言ってたんですけど、なんかやっぱダンサーってみんなこうリスペクトすごい大事だなと思って、なんかダンスってみんなジャンルも違うし、なんか曲も違うし、作る人によって同じ曲でも違う作品ができたりとかすると思うんですけど、なんかコンテストって、まあ、順位がついちゃうから、なんかこうクソとか、なんかここなんでなんか勝ってんのとか思う気持ちもすごいわかるんですよ。私もちっちゃい時コンテストやってたから、出てたから。だけどなんかそういう気持ちもわかる、大事なんですけど、なんかそれも含めて、なんかせっかくこういうみんなのダンスを見れる場を設けていただいてるからこそ、他のチームからいいとこいっぱい盗んで自分たちに取り入れるのはもちろんそれっていいことしかないから、お互い良くなるし、なんかそういうところ、なんかリスペクト力と、あと、周りの人への感謝の気持ち、これをね開催してくれたこう全員スタッフさんとかも含め、あとお母さんたち、いつも応援してくれてるお母さんとか。全員の人に感謝の気持ちを忘れず、これからもみんなダンス大好きだと思うので、ダンスを続けてほしいなと思います。はい、こんな感じで終わります。ありがとうございました。お疲れ様でした。ゆっくり休んでください、はい、お疲れ様でしたはい、なんか簡単に総評でしたっけ、総評をするんですけど、ちょっといいと思った子と、なんか一言言いたいなっていうチームだけちょっと簡単にピックアップしていきたいと思います。最初の部門の小4以下ソロ部門の、18番目のあさひくんがすごく音で遊んでるっていうか、なんか音をすごく理解してて、体の使い方がすごく上手だったので、とてもかっこいいなと思いました。これ自分で考えたのかちょっと分かんないんですけど、こうやって音で楽しく踊るっていうのはすごく大事なことで、難しいことなので、このまんま、こうやってダンスしていく時に音で遊ぶっていうダンスを忘れずに、このまま頑張ってください。あと4番目に踊ったみなみちゃんかながすごくなんか感動するダンスっていう音でもないし踊りでもなかったんですけど、すごく見てて、すごいこの子ダンスが好きなんだなっていうのが伝わって、なんか人を元気にさせるって、なんかすごい勝手にジーンってきちゃって、なんかそういう人の心を動かすダンスっていうのはすごい全員できることじゃないから、それってすごくみなみちゃんの強さだと思うので、このまんま頑張ってください。はい、あとは次行こうかな。ソロ部門の小学生ソロ部門に2分目のやつかなの14番目のゆうしんくんがすごい歌とリズムをすごく使い分けてて、裏の音と、声、歌詞の声をすごく振り付けの中で使い分けてて、歌のことをすごく理解してるなっていうのがすごい伝わって、とってもかっこよかったです。でやっぱ表情だったり体の使い方っていうのが全てこの曲とこの踊りがゆうしんくんにマッチしてたなってすごく感じました。あと7番目のそうげんくんがすごく体の部位を、例えば肩だったり胸だったり腰だったりっていうのをちゃんと使い分けてたので、全て大きく踊るっていうよりかは、例えば腰の部分だったり肩の部分を見せたい時は肩だけを頑張って動かすとかっていうのは、すごいアイソレーションがうまく使えてたのがすごくいいと思いました。2人ともこのまんま頑張ってください。で次が中学生ソロ部門の14番目のひろとくんがすごい音楽がそこまで歌があったりとか大きい音が入ってるっていうなんかそのアップテンポの曲じゃなかったと思うんですけど、その分体ですごいカバーして音がよく見えて、小さいスネアの音だったり小さい重低音でもそのひろとくんが踊るとその音がすごく綺麗に見えるっていうのがすごいひろとくんの強みだなっていうのと、まあこういうコンテストの中でああいうソロでああいう踊りをするっていうのはすごく勇気があったと思うんですけど、なんかこういう踊りを一人で見せれるっていうのはすごいことだと思うので、一人でしか見せれないダンスっていうのをこのまんま頑張って突き詰めてください。あとは綾乃ちゃん、10番目の綾乃ちゃんがその余裕感っていうのがこの年で作れるっていうのがすごくて、でもその分余裕ばっかじゃなく力強さだったり抜くところと緩急っていうのがすごく目に見えて分かったので、すごいかっこいいなと思いました。であとはチーム、小4以下のチーム、私がすごいいいなって思ったのが6番目のリティ、岡山県3人、全員のスキルがそのいい意味で同じっていうのがすごくよくて、なんか立ち位置だったりっていうのもこの小さい体でちゃんとしっかりラインも揃ってたし番号も多分きっとちゃんと揃ってたのですごくよくて、チームワークっていうのがすごくこの3人に見えました。スキルが同じっていうのはすごいいいことで、ライバルチーム内で誰かちょっとレベルが高い子がいたりちょっともうちょっと頑張んなきゃいけない子がいたりっていうのはすごく大きな問題点になると思うんですけど、この今同じスキルに見えてるっていうのはすごいチームとしてとてもチームワークがいいっていうことなので、このまま頑張ってください。あと8番目のザ・ハートマン、ロッキン、この2人で構成と振り付けがすごく一つの振り付けの中に構成が何個も入っててすごく見飽きれなくてまあすごい見てて楽しかったです。はい、でアイコンタクト一つ言えばその2人で踊ってるので、まあ、人数は少ないんですけど、例えばちょっとアイコンタクトがあったりとか向き合って踊るところでもう少し楽しそうにチームとしての色が見れたらもっと良かったかなって思いました。はい、すいませんさっきのザ・ハートマン2人って言っちゃったんですけど3人ででも一緒ですね。2人でも3人でもアイコンタクトだったりチーム内で踊ってることは忘れず頑張ってくださいって、すいません間違えちゃったんですけど。で次、小学生チーム部門でどこだかな、17番目のウィングリップ、千葉県茨城県の5人ヒップホップで、この自信にすごく見合ったダンスだったなってすごく思って、で5人で、まあ、人数も多いけどちゃんと個性も一人一人見えてたので、例えばソロのところだったり一人で音取るところで個性がちゃんと見えて、でもユニゾンで踊るところはすごく振り付けが揃ってて首の向きだったり目線だったりもすごい揃ってたので、この振り付けでここまで揃えられるっていうのはすごいことなので、たくさん練習したんだなっていうのが作品にとっても見えてました。あとは4番目に踊ったドラゴンスターな2人組ですごい流れが良くて見てて全然飽きなかったので、こう次の振り付けだったりとか次の移動の流れがすごくスムーズで、それはスキルがあるからそういう風に見えるんだと思うし、チームワークですね、その2人の動き踊りっていうのがそんなに似てないんですけどチームとしてはすごく成り立ってたので、それはすごい個性もありつつ揃えるところは揃ってるっていうのが2人のチームワークだなって思いました。で最後中学生部門、はい、が11番目に踊ったヒューロー3人組で、この音源がここまでそのすごい歌が入ってたり音だけで上がるものじゃないと思うんですけど、振り付けだったりスキルがすごくあったから、音がなくてもここまで人を飽きないで見せれるっていうのはすごいことだなって思いました。で3人がしっかり同じぐらいのスキルを持ってて、でその分なんだろう、色はちゃんと3人分の色が3色あるっていうのもすごく感じて、でああいう音だけど3人で向き合って踊る時はちゃんと目を合わせて楽しそうに踊ってたのが伝わったので、3人のチームの絆っていうのがすごいその一瞬だけでパッて感じれたのがすごくいいチームだなと思いました。で14番目のオーク3人組で、この年でこの余裕だったり力の抜き方っていうのがすごい上手だったので。でいい意味で揃いすぎてないっていうか、まあ、いい意味でなんていうんですかね、そのコンテスト感がそんなにないっていうのが、ショーケースみたいに人を楽しませるためのダンスっていうのがすごい見えたのでとても良かったです。で曲で1曲目や2曲目で全然ガラッと雰囲気を変えたのも、1曲目で見せたこのチームと次の曲で見せたチームっていうのは全然色が違った分2倍楽しめたっていうのがすごく良かったと思いますかな。全部いった、はいって感じなんですけど、まあ、本当は全部全員のことをこう一つ一つコメントしていきたいんですけど、ちょっと時間に限りがあるのでこうなっちゃったんですけど、なんか今までオンラインですごい見させてもらってて、初めて生で見たんですけど、なんかやっぱそれとは違った雰囲気感で、で、まあ、全チームすごくなんだろうな、たくさん努力してきたっていうのが、ここまで来るためにどれくらいの練習量を使ってどれくらいダンスに時間を使ってきたんだろうなっていうのが全チームすごく伝わったので。このまんまいろんな種類のジャンルだったりいろんな踊り方だったりいろんな年齢差があったと思うんですけど、一人一人すごくダンスが好きなのは伝わるし、自分のなんだろうダンスに自信を持って、で自分のダンスをちゃんと好いてあげて、で軸を持ってこのまま頑張っていってください。また機会があったらこれは持って帰るのでまたみんなが成長した姿を見れるように楽しみにしてます。本当に今日までお疲れ様でした。